和夫、間違いなく良くなる。と思う。今季、福岡ではまだ白星がない。でも本当に良くなってきていると思うんでね。もちろんここでも勝てていませんけど、良くなってきていると思うし、間違いなく良くなると思うので、明日です。切り替えるどころの騒ぎじゃねえ W。どんどん悪くなってるように見えます。間違いなく、うちと対戦した相手は、良くなると思う。これはギャグで言ってるのか？ファンとしては笑ってあげればよいのかな？あはははは、ナイスジョーク。もうかわいそう。休養させてあげて。ライオンズコレクションやニューヨーカーでイケメン監督が必要なのでダメです。希望的観測なら誰でもできるんだけど、やっぱ松井監督無敵ないわ。このまま監督継続されたらさらにライオンズ壊される。良くなってるか？根拠やロジックは不要のようです。良くなると思う。節穴すぎるだろ W。 落ちるところまで落ちてこれ以下にもならんってことでは。監督としては良くなってると言うしかねえだろ。リーグ最低の打線がモイネロと藤井から2点奪ったんだから、チーム状態が上がっているというしかない。ご視聴ありがとうございました。